おはぴよでございます。どうもひなぴよでございます。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやってまいりたいと思います。こちらの美しい BGM を聞きながら心が浄化されまして、私本日はこの喋り方でやってまいりたいと思っております。そろそろ飽きたのでやめます。いや、めっちゃ綺麗。てかもう本当にもうこの音綺麗すぎない？このチャリリリンチャリラリンって。やるか、ニューゲーム、新たな始まり。永遠にずっと一人ぼっちのまま、気づけばみんな遠くへ行ってしまう。あ、これアンジェちゃんか。残されるのは私だけ。私だけ前に進めない。夢なんだわ。そう、これはすべて幻想。私の中の勝手な幻想。私が吸血鬼になってしまっただなんて。アンジェ、最初の犠牲者だったのかな、シンシアちゃんが。もしかして、これは誰だっけ。そうだ、シンシアだ。私の友達、私のことを大好きだと言ってくれた大切な。どうして横たわっているの。さあ、どうしてだっけ。なんだかよく覚えてないや。ある日、誰だったか忘れたけど、この家に連れてこられて。あ、そうだ、シンシア怪我をしていて、腕に血を流してた。それから？それから、二人でお話ししたわ。そういえばシンシア、いつもと様子が違ったような気がする。そしてシンシアの顔をずっと見ていたら、なんだか無性に喉が渇いて、あの子の腕に流れた赤い血がとっても美味しそうだったから、気がついたらこうなってた。なんだかストロベリーパイみたいだわ。あ、お菓子が食べたい。あの子が大好きだった甘いお菓子が。あ、なんて素敵なお家でしょう。そうだわ、現実はこっちなのよ。あれは幻想、単なる幻想。私がこの子を殺してしまったなんて、すべて嘘なのよ。何もかもすべておかしな幻想。だからアンジェ、泣く必要なんてどこにもないわ。ねえアンジェ、僕ね、ずっと前から思ってるんだけどね。ベル、何？僕、強くなりたい。だから決めたんだ。
もう泣かないよ。転んでも一人で起き上がる。何かあってもアンジェに頼ったりしないから。僕もう弱虫は嫌なんだ。だから強くなりたい。アンジェ見ててよ。僕もっと背も伸ばして力もつけて強くてかっこいい大人に、一人前の狩人になるんだ。そう。うん。そんな決意いらないのに。そんなことしなくていいわよ。ベルは強くなんかならなくたっていいのに。ずっと私を頼っていればいいのに。だってそうでなければ私は一人残されて。もうすでにちょっと泣いてる。なんでこの涙出てくん。うわ、ちょっと電話来た。ごめんなさい、一旦中断します。母からでした。皆々様方、久方ぶりでございます。久しぶりだな、ディ。お久しぶりです。またまたお会いできましたね。私の正体、吸血鬼？さあ何のことでしょう。私は人間ですよ。ほら、どう見てもそうでしょう。いや、どう見てもそうじゃないような気がするんだけどね。牙があるしね。ねえ、サニー。 D さんはなんかうさんくさいんですよね。おやおや、手厳しいな。とは言っても不思議ですよね。なぜだか私の訪れた土地には吸血鬼が誕生するんですよ。大抵は自我を保てなくなって闇へと消えてしまうのですがね。おやおや。もちろん単なる偶然ですよ。私は普通の人間ですから、吸血鬼の特殊能力だなんてこれっぽっちも存じ上げませんとも。そうですね、知りませんとも。さて、与太話はこのぐらいにいたしましょう。また劇のお時間でございます。長旅でお疲れになったでしょう。しばしの間お手をお休めください。物語はまだまだ続くんですけどね。それでは今度お聞かせいたしますのは、とある少女の物語でございます。伝説に絡め取られた哀れな少女のおかしな一週間。あれ、同じじゃない？違うのかな。昔々あるところに一人の、彼女が幼馴染の少年と共に森を探検していると、お菓子の家を見つけました。入ってみると可愛らしい妖精、少女を歓迎していました。その家を気に入った少女と少年はそこで過ごしてみることにしました。しかし次の日、可愛らしいビスケットの棚は、さらに次の日になるとお菓子の家はボロボロの古びた家になりました。これはさっきまでのお話だよね。そのアンジェちゃんのパートが終わるまでのお話だよね。これでこの劇はおしまいでございます。哀れなものでしょう。彼女は自らが変化した事実を受け入れられず、頭の中に幸せな妄想を抱いて現実逃避してしまったのです。どうして吸血鬼がそんなに悲しいのかですって。それは彼らが幸せになることのできない存在だからですよ。人間と暮らすことはできません。同胞は少なすぎて探すことすら途方に暮れる。それでいて死ぬこともできず、
永遠に生きるのですから。吸血鬼は皆孤独なものなのです。それが覆ることはありえない。そう、例えば幻想乙女のおかしな妄想でもなければね。さて皆様、ここからは新たな物語の始まりでございます。今度の語り手はとある狩人の少年。来た。彼は一つの思いを胸に抱えています。アンジェ、見ててよ。僕、もっと背も伸ばして力もつけて強くてかっこいい大人に、一人前の狩人になるんだ。そしてね、大きくなって強くなって、そしてきっと君のことを守るんだ。やばい、もう泣きそうで。どういうことだよ父さん、言ってる意味がわからないよ。単純な話だ。アンジェが狼だとわかった。狼は何よりも危険な村の天敵だ。だからアンジェを処刑する。嘘だ、そんなことあるわけない。処刑だって、そんなの僕が許すもんか。お前が許そうが許さなかろうが関係のないことだ。アンジェの処刑はすでに決まった。お前も見習いとはいえ狩人なのだから、準備を手伝いなさい。どうしてアンジェが殺されなきゃいけないんだよ。それも村人の手によって。そんなのダメだ、絶対にダメだ。明日は10時から部下たちを集めての会議がある。お前も出席するんだぞ。話を聞けよ。僕はそんなの見習いに発言権などない。お前は黙って俺の言う通りにしてればいいんだ。さて、俺はもう寝るぞ。待てよ、おい。畜生、僕の話なんか聞く価値すらないってか。ならいいさ。そっちがその気なら、僕にだって考えがある。昔、大人たちから逃げる時に使ってた森の奥の不思議な隠れが、アンジェをあそこにかくまって父さんたちから守るんだ。守ろうとしてくれてたのに。たった一人でもいい、村に歯向かってやる。アンジェを処刑なんて絶対にさせない、そう決めたんだ。だって、あ、なんだ、めちゃめちゃ涙出てきてちょっと視界がぼやける。わ、え、キャワすぎじゃない？ベルント君のちっちゃい頃、ここは森、僕は一体何を。そうだ、アンジェちゃんを探さなくちゃ。アンジェちゃんと秘密基地に行く途中ではぐれちゃったんだ。森は危ないから一人でいたらダメだって。だから探さなきゃ。探すか。あら、なんだ、動けない。あ、うわー、倒れてきた。すると倒れる時があるのか。こっちには行けない、こっちにも行けない。こっから行けるか。あ、行ける。こっちはあれ、パンくずみたいなのどこ行ったんだ。パンくず、これ、これはこれはパンくず。あ、パンくずで合ってた。どうしてこんなところに。
お。なんで、私が。痛い。どうしてこの私があんたなんかと。弱虫のくせに。暴力振るってたの、シンシアちゃん。やめて。やめてよ、シンシアちゃん。いやよ。だって私は、あんたみたいなアマちゃんが大嫌いなのよ。あんたの家も嫌い。この家も大嫌い。痛いってば。でも、あんたが一番嫌い。見てるだけでイライラするの。死んじゃえばいいのに。あんたなんか。ごめんなさい。いじめてたの？シンシアちゃん。こら！シンシアやめなさい！またベルをいじめて。アンジェちゃん。ベルが何をしたのよ。どうして仲良くできないの？何をあなたは、いつも私の邪魔をして。ベルのことは私が守るの。弱い者いじめなんか、絶対に止めてみせるんだから。弱い者。何よ、みんな。もういいわよ。シンシアちゃんこんな子だったの？ベル、大丈夫？怪我はない？手の甲が少し痛い。あら、すりむいてるわね。ほら、見せてごらん。洗ってあげる。アンジェちゃん、ありがとう。いつもごめんなさい。いいのよ。だってベルは何も悪くないんだもの。シンシアが悪いのよ。いつも一方的にいじめて。どうしてあの子はあんなにベルのことが嫌いなのかしら。それは、僕が弱虫だから。シンシアは弱虫が嫌いだから。だから、いじめられるのは僕のせいなんだ。僕が弱いせい。嫌いだ。シンシアよりも誰よりも、自分のことが。なるほど。大丈夫よ、ベル。あなたのことは、私が守ってあげるからね。ずっと守ってあげるからね。マンデー。ベル。ベルったら、もうどうしたの？ぼーっとして。なんでもない。それよりアンジェ、ウサギ見つけたよ。ほんとだ。あら、ほんと？それじゃあベルの腕の見せ所ね。約束だもんね。楽しみにしてるわよ。任せてよ。なんだか久しぶりよね。二人で出かけるの。どうしたの？突然。大した理由じゃないんだけど、アンジェに僕の腕前見せたくてさ。ここからだ。もうすぐ、君の処刑の日なんて言えるわけがないし、弾をわざと外して、アンジェを隠れ家に誘い込むんだ。わざとだったんだ。よし。ごめん、アンジェ、外しちゃった。追いかけるからついてきて。もう、ベルったら期待外れね。わかったわ。わあ。うわあ！ベル君を操作してる。待って、途中からにしよう、セーブデータは。24。よし。これは？あ、何も関係ない。あ、ちょっと、ベルちゃん、邪魔しないで。進めない。よし。行くよー、違った。行くよ、アンジェちゃん。私、いつもベルちゃんって言っちゃうんだよな。あれ、どっち？こっち？あ、違うわ。あ、違くない。違うわ。あー、ちょっと待って、積んだ。ちょっと、ベルちゃん。ちょっとどいて。あ、ありがとう。あ、ちょっとどいて。あ、そんなことできんのか。よかった。積んだかと思った。
ウサギはあっちに行ったってどっちだ？こっち？あれ？あ、ちょっとどいて。わかった。あ、これでいいのか。あ、いた。こっちか。こっちだね。行くよ、アンジちゃん。よし。別のウサギを追う？そんなことできる？わかった。あれ？ちょっと待って、ちょっとどいて。はい。おお、暗くなったね。見逃しちゃったな。それに、ちょっと森の深いところまで来ちゃったね。大丈夫よ。そんなこともあろうかと思って、道の目印にパンくずを撒いてきたの。ブブー、そんなこともあろうかって、僕、そんなに信用されてなかったんだね。現にこうして迷ってるじゃないの。あれ？パンくずがない。パンくずなんて巻いても鳥に食べられちゃったんじゃないか？相変わらずアンジェは変なところが抜けてるね。昔から変わってない。そうだ。変わってなんかない。めちゃめちゃ辛い。ああ、素敵！よし、守備は万全だ。あ、ちょっと模様替えしたの分かった？うん、とっても可愛いわ。気に入ってくれてよかった。よかった。アンジェ笑ってくれた。僕はここにいるからさ、アンジェは奥でくつろいでてよ。そうね、そうしようかしら。ありがとう、ベル。アンジェちゃんにはだってここが全部お菓子の家に見えてたけど、ベル君はもう最初からこの状態だったんだもんね。どうするつもり？こっち？こうか。今はこっちに用事がない。どうすんだ？こっち行けばいいの？ん？なんだこの13って、かける13ってなんだ一体。このカラスは？カー！カラスが迷い込んだのか。カーカー！うわ、喋れるのアンジェちゃんだけか。なるほどね。あ、このカラスがパンくずを全部持ってってたんだ。なあ。あー、全部溶けてきたね。で、じゃあアンジェちゃんに話しかければいいのかな。はい。ベル、この家具たち本当に素敵ね。そうかな。アンジェに気に入ってもらえてよかったよ。頑張って組み立てたはずのベッドは、なんだかすごく汚れちゃってるみたいだけど。うん、ありがとう。そこのお城もとっても可愛いわ。お城？お城なんてあったかな。まあ、アンジェがそう言うなら。あ、本当だ！お城ない！ちょっと、アンジちゃん、そんなところまで幻覚見てたのか。あれは偽物だったのか。で、もともとここにはちゃんとこういうへこみがあったわけだ。ここはちゃんと開くかな。うん、大丈夫そうだな。はしごもこの前新しくしたばっかりだし。これで出入りに支障はないな。うん、オッケーオッケー、確認したね。ほんとだ。これは頑張って組み立てたベッドだったんだ。ベッドはひどく汚れてる。日曜日には埋められて、ソロモングランディは一巻の終わり。うわ、最後まで。これ、アンジェの字だ。アンジェちゃんが書いたの？あ、誰の落書きだろうって思ってたけど。あ、へえ。そうだったんだ。あれ、立て付けが悪いのかな。うん、開かないんだね。で、どうすんの？これ？うん。これは同じだもんね。これもアンジェの字だ。
これもアンジェちゃんの字だったんだ。はぁ、アンジェちゃんどうしちゃったの？一体何をしたかったの？そうだわ、ベル。あ、お腹鳴ってる。食事してなかったもんね。そうだな。これじゃあお腹の足しにならないかもしれないけど、僕が作ったドーナツだよ。私の大好物じゃない。アンジェが喜ぶと思って一個だけ持ってきてたんだ。ベルの分は？僕はお腹いっぱいだから別に。はい、半分こ。いいの？当たり前じゃない。もともとベルが持ってきたんだし。なんか、かっこ悪いな。いいのよ、ベルはそれで。じゃあ、今日はもうゆっくり休みましょう。ベル、おやすみなさい。うん。さて、アンジェは寝たかな？今のうちに。え、どうすんの？待ってね。とりあえず時間がいい感じなんで今日はこんくらいで終わろうかなと思います。うわ、ベル君の視点だとなおさら辛いね。ちょっと待って、もうすでに何回も泣きそうになってるし、何回か涙こぼれてるんだけど、ちょっとなんか、ベル君を幸せにしてあげたい。アンジェちゃんと一緒に幸せにしてあげたいと思いますね。ではまた次回お会いしましょう。おつぴよです。